こんにちは、JBS 武蔵野の河合です。今回は守備で悪送球してしまう選手、暴投をしてしまう選手、ファンブルをしてしまう選手に向けての動画となります。守備で、まあ、こうファンブルしてしまう、取った時に、まあ、ポロッとこぼしてしまったりとか、まあ、取ってその投げる時にうまく握れてなくて悪送球してしまうっていうパターンが結構あります。で、そのまあ握り替えができないパターンとしては大きく3つあります。まずは1つ目が、まず捕球した時にグラブの中でボールが遊んでしまって、でそこでまあうまく握れなくて悪送球してしまう、もしくはここでこぼしてしまうという場合です。ペットと言われるグラブの中心の部分です、ここにボールが当てられないとよく起こります、まあ、変なところで取ってしまってグラブの中で遊んでしまうというパターンです、まあ、これが1つ目です。で、2つ目がこのパターンもよく見られますね。取って素早くこう送球に入ろうとして、そのままバーンとこう弾いてしまう。守備っていうのは走りながら流れの中で行うので、まあ、よくこう走っていって取りに行って、その勢いでパーンと弾いてしまうっていうパターンが多いです。これはまあ呼吸はできてるんですけども、やっぱ引きすぎるっていうのが原因で起こります。グラブを動かしすぎてしまって手から離れてしまうっていうのが2つ目の握り替えができないパターンです。3つ目のパターンとしては呼吸もできて、で引きすぎないでこうステップをしていくんですけども、この時点足をステップしていく時点でボールにしっかりこう握り替えができないっていうパターンです。これはボールこう縫い目がありますけども、この縫い目にしっかり息がかかっていない状態で、まあ、投げて悪送球してしまうっていうパターンですね。縫い目にかけなくてもいい送球投げることはもちろん可能なんですけども、縫い目にかけた方がいい送球が行きやすいのは間違いないので、そのしっかりと縫い目にかけていい形で投げていくっていうのが大切だと思います。それではですね、それぞれこの3つの握り替えがうまくできないパターンの練習をご紹介していきます。まず1つ目のボールが中でグラブの中で遊んでしまうっていう部分なんですけども、まずこれは1人キャッチボールっていう練習であります。これは自分でですね、グラブのポケットの部分ですね、だいたい人差し指中指の間の手のひらのあたり、これはおおよそそこなので、人によってこれがちょっともうちょっと中指寄りだったり人差し指寄りだったり、人によってこう変わります。まあ、グラブのポケットは深いとか浅いって表現しますけども、まあ、大体この辺りに当てていきます。これを自分でこうやって狙ってそこに当てたら、素早く自分の手に握り替えます、まあ、こういうふうに当てながらですね、でポケットにしっかりこう当てるってことがすごく大事になってくるので、これ他のところで取ってしまうと遊びやすくなってボールが中でこうグラグラするっていうことなので、それでこう下でもやってもいいですね。こうやってもうちょっと癖づけると野手は特にいいですね。自然にグラブから手に移すっていう練習にもなるので、持ち替え、握り替えのこういう練習にもなります。なのでちゃんと芯を確認するっていう意味でも、これ癖づけてやるようにしてください。続いてはまたグラブの中でこう遊んでしまうっていう、呼吸がうまくいかないっていう原因ですね、に対しての練習です。これ当て取りっていう練習です、まあ、よく当て取りっていう言葉、守備をやってる選手よく聞いたことあるかなと思うんですけども、グラブに当てて、でそのまま落として投げていく、当て取り、当てて取って投げる、あまり握らないことです。グラブのポケットに当ててちょっとボールをこう吸収するような勢いを止めてきて投げ手に近いと思います。これは、自分一人ではちょっと難しいので、何メートルか離れて投げてもらってポケットに当てて落としていく、投げ手はグラブの下に添えていきます、で落としていくような形ですね、っていうのをやっていきます。普通に構えて、はい、今のはこうちょっと吸収しながら落とす感じ で今の感じでやってみてください。当て取りする時のポイントなんですけども、必ずこのポケットの面を相手に向けないとうまくできないです。これが、よく多いのがちょっとグラブがこう寝てしまう、上を向いてしまったりとか、もしくは逆にこう下に向けすぎてしまってもダメなので、しっかりこのポケットの部分が相手に見えるような形 であまりこうグラブ立てたりしなくてもいいので、こう寝させすぎなくてもいいです。自然にこう構えます。この腕の角度があると思うんですけども、この角度に対してグラブがそのまま伸びていくような感じで構えていただけるといいと思います。だいたい2時ぐらいの角度ですね、12時よりちょっと傾けて2時ぐらいの角度に構えていきます。2つ目の原因に対しての練習です。呼吸してグラブを引きすぎてしまう、手を引きすぎてしまうっていうものに対しての練習になります。で1つ目が、懐引き上げキャッチですね。捕球した後っていうのはなるべくですね、グラブを引いてきたりとか、体の正面っていうのはおへその向いてる位置に対してグラブをそこから外してしまうと、こういうふうに、ファンブル、ポンとボールが出やすくなります。なのでこのおへその向いてる位置のまま懐の方にちょっと引き上げていきます。お腹の方に引き上げていきます。でこれを練習します。
できない選手はこれがこういう形になってしまうんですね。ちょっとこう引くような形が強くなるので、うまくいかないので、それを真上にスッと引き上げる感じでやっていきます。まずこれは、短い距離でゴロを転がしてもらいます。でその場でスッと軽く上に取った後に引き上げていきます。で握り替えるタイミングなんですけども、ボールをこう補給しました。補給したらそのまま引き上げてきます。懐の方に引き上げてきて、右足をこう前にステップするんですね。でこの補給してから右足を前にステップしていく段階で、ここで握り替えていきます。握り替えるっていうのは、まあ、縫い目にボールをかけていくっていうことですね。ここで補給して、この上げていくタイミングと足を出していく、このタイミングです。このタイミングの時に握り替えていきます。でここを押さえてもらえれば、こういうふうにジャンプする、まあ、ファンブルするってことはなくなってくるので、まあ、できない選手だとこれがこういう形になります。それでは、実際に練習をやっていきたいと思います。トロトロ引き上げキャッチですね。はい。はい、ステップまでやって大丈夫です。はい。はい。今のような形で取った位置そのままに上に持ってきます。これが横とか、まあ、少しこう上に担ぐような形にはしないように注意してください。先ほどこう引いてしまってはあんま良くないって言ったんですけども、まあ、ちょっと例外というか、まあ、考え方としてはこう補給した後に、まあ、こう真上にこう引くところの方に引き上げるんですけども、これ仮にですね、ちょっとこう体を斜めにこういう風な形で、ちょっとねじるような形で行きながら引き上げるのもありです。なんでかというと、ダメな例としてはこのままグラブだけ、この手だけをふすっと引き上げると、グラブが動いてしまうので、それでボールがこうジャックしやすくなります。で体ごと行くことでグラブっていうのはそこまで動いてないんですね。体が全体で動くので、そんなにはグラブがぶれないので、そうするとジャックしづらくなって、足を引きながらこういう形ですね、ちょっと入れながらこういう風に持っていく分にはそこまでジャックしづらいかなと思います。次2つ目の練習ですね。まず先ほどの懐を引き上げました。で考え方としては、まあ、引き上げてももちろんいいんですけども、グラブをその場に、まあ、こう置いとくような形で取ります。でここから引いたりとか引き上げたりしないで、その場に置きながらステップをしていきます。シンプルですね。まあ、本当に普通に補給するぐらいの感じなんですけども、まあ、できない選手にとっては癖がこういう風についてしまっているので、その場で固定して取っていくっていう意識でやってください。はい、じゃあやってみます。今のような形でその場に固定するような形でやってみてください。ただご覧になってわかるかなと思うんですけども、その場に置いておこうと思っても、まあ、こうステップする段階で自然にちょっと浮いてくるのが普通かなと思うので、まあ、その場に置いておくぐらいの意識でやれば大丈夫かなと思います。じゃあ最後のですね、握れなくて悪送球するっていうパターンですね。これは補給していったら、まあ、取れました。で引いてもいないし、しっかりここまで行きました。からこの握り替える段階でうまく握り替えられなくて悪送球、でこれに関しては、まあ、練習というよりはキャッチボールでまず意識をしてください。ちゃんと取ってすぐに持ち替えたら、縫い目にかけるっていうのを癖づけてください。取ってステップする段階で縫い目にかけてからしっかり投げるのをまず習慣づけます。でこれがない選手はなんとなくこう握ってしまって、まあ、縫い目にかかってるかかってないっていうのがあやふやになってしまってるパターンが多いので、キャッチボールの段階でしっかり縫い目にかかってるなっていうふうになります。これを意識づけしてください。で野手の場合はステップするときに、まあ、こう一歩ステップして投げるっていうパターンもあるかなと思います。取って、この取ってすぐ投げるってときは縫い目にかけるってことがなかなか難しいこともあるので、それはできなくてもいいんですけども、なるべくでも取ってすぐかけるで投げるっていうのを身につけるように練習しています。はい、それではちょっとキャッチボールでどんな感じで意識してやるかっていうのを見せていきます。まあ、普通にこう投げてもらって左足で合わせて、一番シンプルに左足で合わせてきて取ります。そのまま右足を出していく段階で、ここでまあ握り替えていきますね。ここで取って、で握り替えて投げていきます。呼吸でここで落としてきて握り替えます。で握り替えながら取ってきていきます。握り替える、今の私一応ボールの縫い目にかかってるんですけども、まあ、この一歩のタイミングで握り替えられるようになるべく、はい、はい、じゃああと2球いきます。ここで握り替えて、
今全部自分の中で握れてるなっていう感じで投げてるので、慣れないうちはこれでしっかり握れてるな、胸にかかってるなで投げてます。で最後の練習は、クイックスローですね。クイックスローこう右足で出した時に握り返るんですけども、クイックスローの場合握り返るっていうのはなかなかできないことが多いんです。これはタイミング的にちょっとしょうがない部分もあるので、必ずしも握れなくていいので、握れなかった場合はそのまま投げていきます。なるべくこういう普通の握りで投げていくんですけども、これでもし縫い目にかかってなくてもそのまま投げます。もしくは応用としては、縫い目にかけなくても、投げられるようにしたいので、3本指とか足つかみとかでもいいので、縫い目にかかってない状態でもいい送球がいくように練習していきます。これを、クイックスローでどんどん練習していきます。はい、じゃあクイックスローいきます。今私は足掴みでない。今は3本指でやりました。これ自分の中で3本指にやってやろうとか足掴みでやろうって決めて、ちょっとその時にいい速度いくかちょっと試してみてください。はい、ほとんど縫い目にかけるっていうのは、クイックスローの場合難しいかなと思うので、それでもいい速度いくようにどんどん練習していってください。はい、それではまとめていきます。今回ご紹介した練習なんですけども、3つポイントがありました。まず、呼吸をしっかりしていくっていうことですね。グラブのポケットの部分で呼吸することで、しっかりと握り替えができますので、まずそこを押さえて練習していきます。で、その次は、しっかりこう呼吸できたら、引いてこないで、その場に置いとくようなイメージで、取っていきます。で、これが引いてしまうと、ジャックルして、ポロッとこぼしてしまう原因になりますので、取ったらその場に置いてステップをしていくという意識でやっていきます。で、3つ目はステップしていくときに握り替えをしっかりしていくってことですね。で、なるべく縫い目にかけるのが理想なんですけども、うまく縫い目にかけられなくてもそれでも送球できるように日頃から練習をしていくっていうのが大事になります。なので、この3つのポイントを押さえて練習をしてみてください。それでは、今回の動画は以上となります。 JBS 武蔵では LINE、Twitter を使っての情報を配信しております。ご登録をお願いいたします。この動画がためになったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。